はカズアジゲームで推理力対決。イエーイ。ゲーム自体のルールは、はい、3桁の番号を作成します、はい、まず自分の中で、はい、これは相手に見せちゃいけません、はい、550377といった同じ数字を2つ以上使用した番号は作れません。なるほど。推理してコールする。だから相手の番号を当てるゲームです。だからそういう推理力。なるほどなるほど。相手はコールされた番号と自分の番号を比べどの程度合っているかを発表。数字と桁が合っていた場合はいいと、数字は合っているか桁は合っていない場合はバイト。桁が合ってるってこと？ちょっと実践形式でね、見せた方が分かりやすいと思ったよね。まずはだから最初勘、もう予想、はい、で、佐久間の数字が何かなっていうのを予想して091って予想するとするじゃん、はい、この9っていう数字がどっちにも入ってるから。なるほど。1バイト。これは位は合ってないけど数は合ってる。そうそうそう。俺が今回仮に901って言ったら9の数の位も合ってるので。なるほど。だから3ヒートになったら勝ちと。なるほどね。そうです。 OKOK やってみようか。それぞれの試合で、そうね、負けた人は、罰ゲームがあります。なんで罰ゲームがですね、激似ガチャ。やだよ。レレレレレレ。セーブじゃないか。135010バイト。00バイトだとその数字は存在しないの。わからへんけど。どうぞ。789。01と1バイト。01。294。0E と2バイト。はい。237。0E と3バイト。強っ。942。0E と2バイト。すごい、2バイトってのわかったからね。そう、2バイトだよ。そこまで来てるから。もっと数字の組み替えだけじゃん。こんな感じで0E、2バイト。412。0E と0バイト。やばいよ、ゆうとさん。っていうか、なんでさっき237の時に0と0バイトだったのに4。あ、そう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 。いや、一つ待て待て待て。どうしたんだ。428。1と0バイト。958。2と0バイト。あ、1バイト。0バイト。俺もちょっとやばいわ。2バイトのゆとりミュージック持ちたけど、あいつ2イートで2イートはやばいよ。レベルが違え。急に持ってきたよ。いいですか。どうぞ。956。2と0バイト。やばい、大豆くん。やばいやばい。待って、ちょっと待って、計算が全然おかしくなっちゃった。こんだけやると分かんないんだよ、情報がもうわーだから。はいはい。029。で、2バイトいい。はい、2E と0バイト。ほうほう。950。正解。バイトタイムありがとうございます。いや、今の大迫力だったね。いやー、やばいね。神経使うわ。
ってよもう。ちょっと薄くしてくれてる。あ、熱っ。どうぞ。マジでいいですか。はい、ゼロって。うるせえな。ゼロ一。1 E と0バイト。おお、1個。987。嘘ついていいですか。ダメダメ。ダメ、すまんない。じゃあ0 1 0バイトです。はい。もう一回言って。987。そうそうそう。じゃあ345。0E と1バイト。ほいほい。123。2バイト。おめでとう。678。1E と0バイト。はい。ガリさん結構当ててきてる。いや、俺は早く0イント0バイトが欲しいんだ俺は。あれ、俺一気にね、次。うん。456。1バイト。テラバイト。1テラバイト。1ギガバイト。何ですか？1アルバイト。わかんないよわかんない。じゃあ続いて、234。1バイト。146。2バイト。643。 0E と1バイト。でしょ。いや24。成功入った。なんで？なんで？イエーイ。でも987が00だったのは、うん、奇跡。あ、そうそう。00が下も勝ち見てんのか。そうそうそう。で。すごい、全然わかんない。いや、今の人難しかった。じゃあ、ガリさん、もう全然もう、敗北の美酒ですよ。あ、もう勝利の美酒います。気使ってねえやん、うん、気使ってるから。マジだ。はい、橋本さん、どうぞ。987。1E と0バイト。345。345は 1E と0バイト。いきまーす。321。うおー、 0E と0バイト。389。うおー、 1E と1バイト。寺野のめっちゃ止まりやすい。0E と1バイト。あ、2バイト。あ、2バイトですね。あ、2バイト、2バイト、ごめん。お茶ー。いや、うるせえ。間違えない。はい、はい、はい、いくよ。うん。391。2と、0バイト。2と0バイトです。985。2と0バイト。390。
正解です。なんか強くね。強いね。こいつ強くないんだよな。絞れた。すげえ。よくこれ僕はなんか3でまず山張って、1位と0倍だとか山張って、でも何4号が違うって分かったの。いやじゃあもう山張ったのこれ。だからもう運でしょ。そう、最初3人しなかったら分かってなかったかもしれない。超運じゃん。マジただの運じゃん。すげえ。9も山張ってるし。いや9はここで1バイトだったから、あ、まあ山張った一応8と9どっちかで変えてみて、9こっちにして違かったら、じゃあ8なんだ、こっちが8なんだと思ったから、そしたら次こっちさ、どっちか探せばいいんだけど。からすげえ。と思う。まあもちろん戦略もあるけど、運だよね。すごい強運。強運マジ強運。勝手に乗っちゃってもはいさっきから。勇気強えんだよな、これ。234。え ?01 と0バイト。012。02と1バイト。01。2と0バイト。すごいね、2と1バイト。526。00。00。待って、待ってないですけど。待って00。よかったじゃん、00。00いいよ。015。あ、1位と0バイト。140。0バイト。0イート、2イート。2イート。2バイト、2バイト、2バイト。816。2イート0バイト。すごい。471。あ、1イート0バイトか。0バイト。おそらくバイトです。0バイト。本当は。待って、本当にやばいわ。私はいいワードでいいですか。行きましょうか。じゃあ佐久間が正解を言うまでです。3、2、1。916。正解。オッケー。本当にすごい。すごい。ほら、完全正解だもん。すごい。いや、俺途中でわけわかんなくなっちゃった。さっきなんか最後だからなんか絞り切った感があるあそこにやべえぞ。あれ優勝か、あれ優勝した。あれ優勝かって。あ、持ってくる。ちょっと優勝した。優勝やばいって。俺やばいよ。これも飲食店で出てくる。じゃあ行くよ。優勝おめでとうございます。じゃあおめでとう。うん。おまっずい。しょうがない。いやでもこれめっちゃ楽しいの。これ俺ね、分かってる。楽しい。いいね、これは。うん、ノートとかさ。あ、確かに、ね、休み時間とかメモ帳とかでもできちゃうからね。そうさあ、ということで皆さんもね、学校とかオフィスでやってみてください。やってみてください。さあ、ということで以上、ハイハイジェッツでした。ありがとうございました。